欲深い娘だ。受けた恩も返さずに魔女がそう言い放つと、少女は鏡に閉じ込められてしまいました。あら、寝ちゃったわ。その話不気味すぎないか。生まれて半年だぞ。本屋のおばさんが教えてくれたの。おとぎ話よ。ほら見て、ローズも気にしてない。分かってないだけだろう。まったく、この子が怖がらずに済むよう引っ越したんだぞ。私はとっくに吹っ切れてる。あなたは引きずってるようだけど。いや、もういい、悪かった。引きずってはないよ、慎重なだけさ。だったら慎重にこの子を寝かせてきて。夕飯を作るわ。平気だローズ、ママは思い出したくないんだ。そりゃそうさ。何か言った？何も、寝かせてくる。料理中に近づいたら危ないでしょ。ちょっと何してるのよ。もうママにも言ったんだ、あの本はまだ早いって。もうすぐだからな。よし、いい子だ。大丈夫、すぐ下にいるから。絵本の怪物はパパがやっつけてやる。あの子はよく寝てるよ、赤ちゃんらしく。うん、いい匂い。これは？あ、まだダメ。チオルバデレギューム、地元の料理よ。すっかり地元民ってわけだな。地元のワインも。でもあなたがいじけたままでいるなら、これはお預けね。あなた本当に気にしすぎよ。だけどルイジアナでのことや君の妊娠、クリスに引っ越しさせられて戦闘訓練までいろいろあったから。でも家族が一緒にいるわ、あなたと私とローズ。今は
それで十分。本気か？そんなすぐにルイジアナのことを忘れられるって？とっくの昔に終わったことよ。なのにあなたと来たらまだ。なんだ？ミラ、伏せろ！ミラ！ミア、どうして？クリス、なんでお前が。悪いな、イーサン。やめろ！そんな、どうして。先生。ウィンターズさん、娘さんの診察結果についてお伝えしたいことがあるので、木曜の午後4時でいかがです？わかりました。伺います。先生からだ。来週来いって。なあ、ミア。悪く考えるなよ。もう話し合ったろ。そうね。ここのとこその話ばっかり。何度も言ってるわよね。心配なのはローズじゃないって。じゃあ何が心配なんだ。ミア、ローズならあの通り元気だろ。何が問題だ。私たちのことよ、イーサン。あなたは分かってない。分かってないの。ミア、何の話だ。何かあるなら話せよ。なあ言ってくれ。